ドローカルニュース、よろしくお願いします。ドローカルなんや。はい、はい、県内の超ドローカルな身近なニュースをお伝えするこのコーナー、キャスター咲夜がお送りします。お願いします。はい、今日のラインナップはこちら。いろいろニュース入ってますけど、今日はこの中でもこちら。毎朝山に登って3000回パワフルおばあちゃんを調査してきました。73000回ってすごい。おはようございます。おはようございます。あ、元気。こちらがびっくりなルーティンを続けている深谷孝恵さんです。お元気そうですね。おかげさまで近年風邪もひいたことございません。へー、朝6時気温0度寒くて早いですけれども、おやさん、この季節って何でしょうか。今からこの阿波ヶ岳532m 歩いて上がります。深谷さんの健康の秘訣、それはお茶の文字で有名な阿波ヶ岳に毎日登ることだったんです。14年目かな、今年で。そんなに数えると3280回です。阿波ヶ岳ふもとのお茶屋さんには登山ノートがあり、登るたびに記帳しているんです。近所のお友達と仲良く山を登ります。友達もすごいな。あ、健康のためね、二人とも一人ですから。もうこう行っちゃって家帰って何の仕事もできるように。お茶ですか。そうですね、お茶畑ですね、これ。健康第一の深谷さんですが、早朝の山登りならではの楽しみがあるそうです。あ、どんどん明るくなってきた。もう違うに、あれ、あれあれ、明るくなった、明るくなった。もうありがたい、ありがたい。毎日これが拝めるだもんで。うわ、いいですね。は日の出を拝めること。そしてもう一つこちら、見て、右手、綺麗な富士山が光によって光ってるもんね。空気が澄んでいる早朝だからこその楽しみです。この茶文字の木、なんでできてるかわかる？茶文字、この阿波ヶ岳、山を見るとね、茶っていう字書いてあるの。 ありますね。茶文字の木ですか？皆さんはわかりますか？茶っぽいね。木の木です。お茶だと思ってました、ね、あ、みんなそう思ってる ね。なんとこの茶文字はヒノキでできていたんです。深谷さん、じゃあこれ今お茶の字の中を歩いてるってことですか？そうです。わかんないですね。歩いているとどこに茶文字があるかわかんないと思う。おはよう。山仲間と出会うのも毎日の楽しみの一つです。みんな明るい顔が。深谷さんってどんな方ですか？若くてね、すごくいつもお化粧もしてさ、いい香りがします。いやいや、ワイロやったのにやるな。おはようございます。イサムちゃんが来るの待ってた。イサムさんはおいくつなんですか？94。毎日登ってる？うん。すごい元気ですね。元気っていうか、この辺は3000回のよう登ってるだもんね。じゃあ気をつけて。これじゃね。94歳で毎日登山。頭が下がります。登山のゴールは山頂にある阿波和神社でお参り。最後に改めて深谷さんに健康の秘訣を伺いました。私のモットーとしては、普通な生活、ストレスをためなし、朝起きてここへ登、山へ登って家に帰ったら少し仕事をして、あとは夕方の晩酌、それに過ぎる、他にはなし。何歳まで山登りを続けたいですか？一番難しいですね。できる限りっていう言葉以外にありません。そうと思います。そうやな。素晴らしいコメントの言葉やけどな。3000回ですよ。14年。
14年間登り続けてるということで、本当になんか運動ってやっぱり健康にいいんだなって思いますよね。そしてこの日の出もすごく綺麗でした、いい顔してますよね、みんなね。ねえ、本当ですね。さくやちゃん、やっぱりこう規則正しい生活がいいっていうことですよね。そうですね。山登りをする前に朝ごはんとしてご飯、納豆、牛乳は欠かさず食べているそうです。はい、ちなみに今日も登っていらっしゃって、現時点で3293回になってます。お二人、なんか朝のルーティンとかあるんですか？ルーティンとか、まあ、僕も毎日、1万歩ぐらいずっと歩いてるんで、そんなにもう将来絶対僕こうなると思います。もうじゃあもうぜひ粟ヶ岳付近に住んでいただいて、静岡に住んでということですね。山仲間にぜひ加入してください。入れさせてください。さくやちゃん、皆さんからもニュース募集してます、はい、皆さんもぜひ送ってくださいね。よろしくお願いします。お願いします。